しぶりです。関係か？新しい友達？あ、そうなんだ。あ、違う、この子？女の子。あ、女の子なの？あ、久しぶり。久しぶりで。友達。あ、はじめまして。はじめまして。あ、ニーハオ。ニーハオ。あ、中国でニーハオ。あれは。シュイチ。シュイチちゃん。シュイチ。シュイチちゃん。私は生きてる。シュラシュラ。じゃあ、新しい友達今日会ったから、うん、美味しいもの食べに行きましょう。うん、はい。はい。はい。うん、彼氏は？バーミヤン。バーミヤン。はい。中華料理。中華料理。中華料理。も行ったことないけど、初めて。なんか美味しそうみたいな。でも行こうか。行こうか。いやー、バミアン初めてですね。でもこれ日本ですごく多いね。でしょ？うん。よく見えるでしょ？そう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 。ここでしょうか。中国料理ってこういうみたいにあるの全部？あ、はい。あ、酢豚とか、うん、野菜炒めとか、ホイコーローとか、もうまあ。な、なんで笑うの？なんか麻婆ないの？違う？麻婆なんです。麻婆でもなんか武蔵野麻婆って。ああ。でわかんない。名前が違う？あ、そうなんだ。とりあえず名前。これおすすめ、一番おすすめ何？中華料理。中華料理。これは中華料理、中国料理じゃない。中華料理。あ、出身が、そしたら、上海の、こっちは、四川。上海で何が一番いいの？あ、小籠包。小籠包？あ、これが、あ、小籠包？うん、そうそうそう。そして、餃子。餃子？はい。あ、餃子。これ、あるの、エビチリソース。つけて食べることもあるし、かけて食べることもあるし。そうそうそう、全然知ってるね。韓国ドラマ。ああ、そうそうそう。そうそうそう。やっぱりレンゲがあるね。これ中国スプーンなってる？うん。あ、中国スプーンこうみたい。あ、そうなんだ。今動画書いている中国語がわからないの私。あ、そうなの？他是这样的，一杯是第一杯是用这个选的。なるほど。お前らも全部わかんないの？中国語？日本風になってるその表記。そうね。中式。飲み物は？水。水？ウロン茶飲まないよ。中国ウロン茶でしょ。いや。あ、ウロン茶飲まない。あ、おつまみもある。あ、いや、これ食べない。あ、なんだ。あ、そうなんだ。あ、いや。お年みたい。うん。欲しいんだ忘れてるね。うん。中国の皮が染まってる。麻婆、武蔵の麻婆。武蔵の麻婆。で、麻婆豆腐みたいな。
けるあーそう、うん、うん、マジっすよ。うん、甘い。本物は音が辛い。うん。色が違う。うん、赤。うん。赤っぽい。違うやり方味はどうですか？マジでね、プロプロ、うん、なんかエビはなんかプリプリしてて、なんか外のなんか皮がなんか薄くてすごく味がいいです。日本就在これはこれが ついてあるね、うん、そうなんだ。チャーハンの場合はスプーンを持ってスプーンを持って、あ、そうそうそう、見たことある。スプーンで進んでるね。じゃあよろしくお願いします。シャチャーハンの方言、シャチャーノ、シャチャーノ、シャチャーニみたいな。シューマイ、このからしつけるね。何が一番おすすめ？
酢、これお酢、お酢、お酢だけ、これはお酢、これは、あの、中国の、中国の本物のお酢、そう、なんか黒いお酢、うん、韓国でシューマイ、うん、韓国あるよ、あ、うん、中国なんで ああ、とても美味しかったです、ありがとうございます。テイクアウト、そうかな。お疲れ様でした。ありがとうございます。優しい、本当に優しい。中国語関係あるの？もう。あ、そう。はい、以上で日本の中華料理バミヤン、はい、中国人の友達と全部食べました。じゃあ今日どうでしたか？店員さんはすごくあの優しくって親切で味も良かったです。ちょっと中国語と近うかうまかったです。想像よりうまかったあ、そう？何も本当に期待してなかったの？そうね、うん、日本人に食べる安いと思います。まずい料理がない、うん、そう、来てよかったね。みんなで一緒に食べていい時間で本当に嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。会おうね、はい、会おうで紹介してよ